石巻市の職員による完成談合事件を受けたアンケートで市の職員4人が入札情報などを業者に漏らしたことがあると回答しましたこの事件は市が発注した下水道工事をめぐり職員2人が設計書の写しを業者に渡したとして完成談合防止法違反などの罪に問われています市の部長らで作る委員会は 職員およそ1250人を対象にアンケートを行い575人が回答しました業者に予定価格や最低制限価格など入札情報を伝えたことがあるかとの問いに4人があると回答しました理由として後期の期限内完了が期限内完了が行えるようになどと挙げたということですまた他の職員が 入札情報などを業者に伝えているのを見聞きしたことがあるかとの問いには、13人が、あると回答しました。正直、残念だと思いますけれども、これは事実として受け止めた中で、今後大事なのはやっぱり再発防止、二度と同じような事件を起こしてはならないということを強く感じています。委員会では、来月中に再発防止策を取りまとめる方針です。